Hey guys, Zell here, and welcome back to some more Don Machi Memoria Furries! Okay, so, as we typically would do, we would usually go do, like, part one, part two here, right? But I ended up doing the entire event. I didn't watch a single cutscene. I didn't do anything. Why? Because the event is literally gonna be ending in less than 24 hours. So I figured, what better way to do it than do it this way? I typically only really show the story anyways, I only ever show like one, maybe two fights. So, I figured let's do it this way. And, I didn't think about it at the time, but it says play all. Which means the moment we start up part one, it'll go from part one to part two all the way down. It'll skip every single fight, it'll only show the story. So grab your popcorn, because we're probably going to be in this for quite a while. I have no clue how long this even is going to be. This could be like 4 episodes long still, even with just the story. Or it could just be 3. モルド。 本当に大丈夫なのか。ギルドの連中が草の根分けて探してる地上で、ちっとも情報が上がらねえんだ。ならもうここしかねえだろう。武装したモンスターが。ギルドがたんまりかけた懸賞金、必ず手にしてやるぜ。 他の連中より先にこのモンスターどもを仕留めるんだ。いや、俺が言いたいのはそういうことじゃなくてよ。その武装したモンスター、すげえ強えんだろ。俺も聞いたぜ。ロキファミリアが取り逃がしたって。何も問題ねえよ。連中は賢貴たちの手で散々痛めつけられたらしいからな。 So does this take place during season 3? そういえば聞いたか、リトルルーキーの話。ああ、町の門に白い目で見られてるらしいな。やっちまったよな。 ビーブル相手によくが出ちまったんだろ。バカだよな。レコードホルダーだの散々チヤホヤされてんだ。いい気味だぜ。おいてめえら、自分のことを棚に上げて何言ってやがる。はあ、なんだよモルド。今の俺たちだって似たようなもんだろうが。リトルルーキー一人捕まえてけなしてんじゃねえ。 あのガキはビーブルを仕留めるために同業の連中に攻撃したんだぜ。どう見たってやりすぎだろ。それはあれだ。借金だ。ファミリアにあるとんでもねえ借金のせいだ。おいモルド、もうやめろって。なんだからしくねえぞ。 止まれ。 That's not Kuros. I forget his name. It's been a while. Even though they literally mentioned his name in the 4th season. Did you really think he would be?
How dare you, Mord? And then that's why I assumed the battle would have started. Actually, the first one was the story, right? Fine! Rei? I hated that scene, by the way. Bell! Bell! Ochitsuite Wine. Bell-san wa buji desu. Buji da kara koso, watashi tachi mo kou shite irareru. Honto? Yokatta. Are? Demo watashi, Bell no soba de. Fels ga anata wo yomigaerasete kuremashita. Yomigaeru?はあ、帰ってきたぜ。あ、リド。おお、起きたのか、ウィーネ。よかったな。うん、リドは今どこに行ってたの？冒険者たちを追っ払ってきたんだ。無事か、リド。ああ、フェルズの魔法のおかげで体は完璧に治ってる。十分動けるぜ。ただ冒険者たちが近くまでやってきた。ここももう離れた方がいい。そうか。ねえみんな、ここはどこなの？よく聞け、ウィーネ。ここは地上だ。今我々は都市中の人間から追われ命を狙われている。見つからないように移動していますが、フィアやレッドなど一部の同胞とはぐれてしまいました。そんな。アステリオスとも合流できずじまいだ。あいつがいればまだなんとかなったかもしれねえんだが。君たちが生き延びるにはダンジョンに戻るしかない。だがバベルとクノッソス、出入り口は全て抑えられている。残念ながら現状帰る術がない。せっかく念願の地上に出れたというのに、その地上が私たちを殺そうとしているなんて。もし希望があるとすれば、それはベル。ここにきっと望みがある。夢を、再会を。Return of the Hero, Part 1. So yeah, I really, went overboard. I thought there might be a spoiler. I mean, a spoiler for Season 3, so obviously I need to record that before I can even show this. But still...It's fine. Hopefully I remember. I don't have the room to do both. Menace let loose. Dungeon posts of town Levira destroyed the word monsters of the surface involved. すっかり大ごとになってるな。ええ、ゼノスの事件からもう4日。都市中にこれと同じ情報が伝わっていて、住民は不安に襲われているようです。それに、
Violent Rampage by War Game Champion Little Rookie. Lost Hope, Lost Prestige. ベル様の悪評がこんなにも。ああ。ヘスティア様、リリ様、帰りました。おう、お帰り、二人とも。町では何もなかったかい？直接は何も。ですが、皆様の私たちを見る目が以前とは、その。白眼視する方はいました。やはり、ベル殿の行為が尾を引いているようです。自分たちは同じファミリアですから、この数日、次第に風当たりが強まっているのも感じます。そうか。サポーター君、ベルフ君は今日もかい？ええ、あれからずっと工房にこもりっきりです。まったく。あ、ベル様。あの、神様。なんだい、ベル君。町に行かせてください。外に出てどうするんだい。ほとぼりが冷めるまでおとなしくしてるように言ったはずだ。情報収集なら僕やサポーター君たちに任せておけばいい。君が行く必要はないだろ。また傷つくかもしれないよ。だけどそれでも何もせずに時間が過ぎていくのが今は一番怖いんです。わかった。いいだろ。ただし僕と一緒に行くのが条件だ。ちょっとヘスティア様。サポーター君たちは引き続き情報収集と留守番を頼むぜ。今日は僕がベル君のボディーガードさ。I mean, you can't do anything with a guard, is there, right? 勝手に決めて。お昼には帰ってくるさ。じゃあ行こうぜ、ベル君。静かなもんだね。出歩いてる人も少ない。ここがあのオラリオだなんて。モンスターが地上に進出したことを受けて、八つある都市門は完全に封鎖。リリたちにはそう聞いてる。ゼノスたちには賞金がかけられて、多くの冒険者が行方を追ってる。みんな、ビーネたちを怖がってる。おい、あれ見ろよ。リトルルーキー、聞いたわ、ロキファミリアの邪魔をしたって。あいつのせいでモンスターを取り逃がしちまったんじゃねえか。所詮冒険者だったというわけか。おいおい、あんなやつと一緒にするなよ。時と場所くらいはわきまえるぜ。化石のためだなんて。本当はモンスターをかばったんじゃない？全部覚悟してたことだ。アイズさんたちやみんなと敵対してもフィーネを助けるって。でも人の敵意が、悪意が、こんな怖くて辛いものだったなんて知らなかった。君たち
言いたいことがあるならはっきり言いたまえ。神様。ベル君は僕が溜め込んでいる借金のために無茶をしてしまったんだ。そうさ、いわばあれはベル君の深い愛がなした結果。責めるなら罪深いこの僕を忘れるな。ロリガミだ。よくバリスの借金って本当だったのね。天才だ、天才。ロリガミのたたりに居直ったぞあいつら。ああはなりたくねえな。うわなんだと。なんかこれ以上関わるとヤバそうだ。あっち行こうぜ。僕が言いたかったことがかけらも伝わらなかった。まったく誰がたたり神だ。神様。もうどうしたんだいベル君。守らせてしまってごめんなさい。僕のせいで。ベル君手をつなごうぜ。え、ほらほら。神様、あのベル君、不謹慎だけど僕はちょっとだけ嬉しいんだ。え、最近の君はどんどん強くなって手がかからなくなっていたからね。子供が成長して誇らしい反面少しだけ寂しかったんだ。神の面目役所というやつさ。どうだい、僕もちょっとは立派だろ。神様ありがとうございます。あの神様、少し寄っていっていいですか。ん？ここは北条の女主人ベル君がよくお世話になってるっていう酒場か。そういえば僕は初めて来るな。あれ、そうでしたっけ。リュウ。あ、リュウさん。お礼とか伝えることがたくさんあるのに喉がうまく動かない。 Why don't you feel the same as the townsfolk? Do you not know Ryu's past? 僕のこと。 Oh boy. クラネルさん、町の噂を聞いて私があなたを軽蔑することはありません。私は私の見てきたものを信じている。リュウさん。神ヘスティアもお久しぶりです。やあエルフ君。リュウさん、18階層で助けてくれてありがとうございました。あと大丈夫でしたか。討伐隊にすごい被害が出たってリリに聞いて。見ての通り無事です。体も回復しました。しかし怪物がいました。あの黒いミノタウロス一匹にガネーシャファミリアも私たちもやられた。黒いミノタウロス。隠れ里でリドさんが言ってた新入りのゼノスのこと。
僕はまだ会っていないけど。あの黒いミノタウロスが地上に現れたことは聞いています。そしてあなたのことも。18階層にいたあなたがなぜダイダロス通りに現れたのか、いろいろ聞きたくはありますが、今はそれどころではないでしょう。すいません。そういえばシルさんは。シルはここのところ休みを取っています。何でもやることがあると。そうですか。クラネルさん、心を強く持ってください。え？あなたの行為は私も理解しかねますが、あなたが決断した結果だというのならくじけてはいけない。そうか、リュウさんも自分の正義を貫き続けて、それからブラックリストに乗るくらいの罪を犯した。今の僕とこの人はきっと。はい、ありがとうございます。まあ、ベル君、これからどうする？どこか行くあてはあるのかい？神様、ダイダロス通りに行かせてください。わあ、ダイダロス通りも似たようなものか。冒険者がこんなにたくさん。事情は分かっていなくても、ここがきな臭いってみんな気づいているみたいだね。ギルドもゼノス君たちに懸賞金をかけたし、血眼になって追ってるんだと思う。神様は懸賞金のことをどう思いますか？ギルドが、ウラノス様が、そのウィーネたちを見限ったってことはないと思うよ。ただウラノスにも立場があるからな、怪しまれる指示は出せないんだろう。逆に賞金を用意することで冒険者の団結を防ごうとしているんじゃないかな。そっか、競わせることでファミリア同士の協力を防げるってことですね。ああ、ゼノス君たちにとって一番怖いのは、派閥間で情報を共有されて完璧な包囲網を構築されてしまうことだからね。見て、あれ。よくこんなところを歩けたものね。行こう、ベル君。他の場所へ。Oh, guys. Aizu-san. Aizu-san. Baren Narigashi-kun! Boku to Bell-kun wa ima date chuu nan da. Toushite kurenai ka?私は。あれ、アイズタン、釣ったって何やったら？ギエ、ロキ。ドチビンとこか。アイズタン、フィンに用があるんやろ？早く行った方がええで。うわぁ、何の用だよ、ロキ。
少年、自分おもろいことやらかしたな。って僕を無視するんじゃない。どんな理由があるか知らんけどな、モンスターをかばえば今みたいになるって分かっとったやろ。もてはやしてくれてた子らにあんな白い目で見られるようになって、なあ今どんな気持ちや。は、離れろ。何がしたいんだ君は。いじりに来たに決まっとるやん。神々の間で注目の的になっとるでしょうね。またあのウサギがやったってな。僕が。うちは最初ドチビンとこの子のくせに生意気なぐらいにしか思っとらんかったけど、今頃になって自分のこと興味が出てきたわ、リトルルーキー。Yeah, even Loki, this is bad. 君に興味を持たれたら破滅しかないじゃないか。ただでさえ他の神々にも迷惑しているんだ。ベル君に関わるな。何すんじゃいこら、女神のくせにほんま器量が狭いやっちゃ。うるさい。親は可愛い子供のためなら何だってするんだ。神様、僕は大丈夫ですから。あれは。おい、ベル君、気になることがあるなら言っておいで。ここで待っててあげるよ。でも。平気さ。これ以上取っ組み合ったりなんかしないから。それにロキとは少し話しておきたいことがあったんだ。うん、ドチビがうちに。すいません、それじゃあちょっと行ってきます。間違いない。あ、お兄ちゃん。ライ、フィナ。Oh, it's the orphanage. ヶ月前、シルさんを追った先で出会った孤児院の子供たち。ヒューマンのライニ、シアンスロープのフィナ、ハーフエルフのルー。前はみんな僕に懐いて慕ってくれた。でも今は。何しに来たんだよ。なんであんなことしたんだよ。モンスターなんかかばって他のみんなを吹っ飛ばして。 Adventurers do that all the time. The attacking other adventurers part.街がめちゃくちゃになったのに、冒険者ってモンスターを倒すんじゃなかったのかよ、裏切り者。行くぞ。
一番答えた。今日浴びてきた避難の中でライのその言葉が、ヒナとルーの悲しそうな顔が、僕はヒナたちの思い出を怪我して、冒険者に憧れていたライの眼差しを裏切ったんだ。こんなにへこたれるのは初めてかもしれない。あ、ベルさん、シュル、シルさん、ミヤお母さんからお休みをもらって、マリアさんといろいろ相談していたんです。ダイダロス通りから避難できないかって。もしまたモンスターが現れたら危険ですから。ライ君たち無理をしていました。黙ってたり強がっていたけど、どうしたらいいのか自分たちでもわからないんだと思います。子供たちもみんなも、そしてどこかの誰かも。マイコ、何も聞かないんですか？聞いてほしいなら聞きますけど。それは何か迷っているんですか？迷っているんだろうか。僕は やることは決まってる。決めたんだ、ゼノスを、ウィーネを助けるって。もうあの時天秤は傾けた。僕はウィーネたちを守るために力を貸すだろう。たとえこの先たくさんのものを敵に回したとしても。だから今胸にすくっているこれは恐怖なんかじゃなくて。ベルさん、ずいぶんお悩みのようですけど、一人で抱え込まない方がいいですよ。ベルさんにはファミリアの方々がいるじゃないですか。聞くのが怖いんです。一人で勝手な真似をしてみんなに迷惑をかけて、僕のせいで町の人たちから責められてる。直接は何も。ですが皆様の私たちを見る目が以前とは。その白眼視する方はいました。やはりベル殿の行為が尾を引いているようです。自分たちは同じファミリアですから、この数日次第に風当たりが強まっているのも感じます。そうだ、僕はいい。僕は自分で決めた。たとえ町の人やライたちに責められても受け入れなくちゃいけない。でもみんなは違う。僕のせいであの人たちを巻き込んでる。だからみんなが、ベルフたちが僕のことをどう思っているのか聞くのが怖い。失礼しますね。以前膝枕をしていただいたお返しです。
お返しって、あの時だってシルさんが無理やり。That she did? そうでしたか。じゃあ今も無理やりされてください。怯えないで。迷わないで。え？失ったものもあるかもしれませんが、失われないものがちゃんと、あなたのそばには残っています。僕のそばに？私は、走り続けているあなたが、好きだから。シルさん。いつものベルさんの方が素敵ってことですよ。なんだか、最近シルさんに励ましてもらってばかりなような気がします。今度は抱きしめてあげましょうか。いいですよ。灰色の雲に覆われている空はそのまま。けど、心は少し晴れたような気がした。Leave it to Sierra to always cheer Belle up. だから、早くこのダイダラス通りから撤収しろと言っているのだ。これで何度目の勧告だと思っている。私自ら出払せよって。僕たちが退いたとして、どこのファミリアを守りにつかせるつもりだい？ガネーシャファミリアに決まっている。これは、神ウラノスの真偽なのだぞ。腹の探り合いはよそう、ロイマン。君たちギルドが気にしているのは、この下にあるダンジョンの出入り口。そうだろ？ギルドに引き渡す前に、僕たちも多少の情報は神イケロスから聞き出している。クノッソスの存在もだ。クノッソスの情報を独占、漏洩防止したいのは理解できる。だが状況を見た方がいい。他のファミリアも感づいているよ。ここがダンジョンに通じているんじゃないかと。ロイマン、打算は抜きにして考えてくれ。シャクティたちでさえ敗れた怪物の群れを、この都市で一体誰が抑えられる？お前たちも取り逃がしただろうに、あれさえなければ今頃は。それに関しては弁明のしようもないな。ただ次は仕留められる。敵の力は把握した。そしてもし神イケロスから聞き出したクノッソスの鍵、あれを見つけたなら君に渡そう。本当か？代わりにこちらの活動を認めてほしい。今も怯えている住民のためにモンスターの早期討伐を急ぎたいのは僕たちも一緒だ。クノッソスにまつわる全ての情報、判明している分の構造やオリハルコン製の扉の位置、それらを逐一報告すると約束できるか？ああ、いいとも。よし、条件を飲んでやる。神ウラノスには私から言い含めておこう。ただし、出し抜こうなどとは考えないことだ。変な真似をすれば、私は即お前たちから手を切るからな。やれやれ、あの男も相変わらずだな。僕はロイマンを信頼はしていないけど、信用はしているよ。損得で交渉できる分分かりやすい。利害の一致というわけか。だが今の話良かったのか？
クノッソスの情報はともかく、鍵まで譲る約束をしてしまって。鍵は複数あると神イケロスから聞いている。一つでも僕たちの元に残ればいい。お前がそう判断したのならいいが、打算があるとはいえ、ギルドは協力相手として数えるということでいいのか。少なくともロイマンはかな。ミッション発令の時といい、きな臭さは依然とある。リベリア、フレイヤファミリアの様子は？相変わらず都市の門営を引き受けているようだ。非常事態ゆえという言い分はもっともだが、珍しく静観の構えのようだな。今のところ介入する気はないらしい。オッタルたちの介入で事態が混沌となるよりマシだが、こちらも不気味だな。やれやれ。フィン。ああ、見回りご苦労アイズ。何か変わったことはあったかい？あの子が、ベルがダイダロス通りに来た。動いたか。フィン、やはりベルクラネルを疑っているのか。事件の重要参考人だとは確信している。あの日退治した冒険者は僕が知るベルクラネルではなかった。神イケロスは怪物趣味の者へ売り払うためにモンスターを捕獲し密輸していたと言っていた。だが本当にそれだけか？武装したモンスター、高度な知能、とどめに黒いミノタウルスをはじめ変異した亜種。あのモンスターたちには特別な何かがあると言いたいのか？ああ。そしてベルクラネルがその何かを知っている上で気候に走ったのだとしたら、あの日の出来事も一応の説明がつく。そしてそれは僕たちと対立せざるを得なかった何かだ。アイズ、僕は何も頭ごなしにベルクラネルを敵と決めつけてるわけじゃない。これでも僕は彼を買っているんだ。個人としても冒険者としても。本当に？ああ。だけどそれと同時に彼は味方なのか、あるいは敵になりうるのか、それだけははっきりさせておきたい。リベリア、この場を任せた。ちょっと行ってくるよ。何？フィン、まさか。ああ、ベルクラネルに会ってくるよ。 Oh boy. That can only end well, right? シルさんのおかげで少し心が軽くなったけど、まだ何も解決してない。神様のところに戻らないと。ベルクラネル。 Well, that was fast. フィンさん。装備は護身用のナイフだけか。この状況で随分と軽装だね。しまった。ゼノスは普通の冒険者から見れば危険なモンスターだ。それなのにこんな身軽な格好なんて迂闊だった。これじゃ何か知ってると言ってるようなものだ。今は一人かい？ちょうどいい。二人で話がしたいんだ。この辺りなら誰にも邪魔されず話ができるだろう。前にもリリのことでフィンさんと二人きり話し合うことはあったけど、今はまるで状況が違う。敵対する真似をした僕に接触する。フィンさんの目的は一体？ベルクラネル、あの日の君の行動に関しては僕は目をつむろうと思っている。
今は事態の解決が最優先だ。建設的な話し合いがしたい。話し合いですか？ああ、君はあの武装したモンスターについて僕たちの知らない何かを知っているんじゃないのかい？もっと言えば、今回の事件の全容に関して全て。あの時僕たちが対立してしまったのは些細なすれ違いだったと思っている。情報が共有できていたなら何かが変わっていたはずだ。話してくれないか、ベルクラネル。もう今はあの時とは状況が違う。何か知っているなら教えてほしい。フィンさんはきっと怖い人だ。この人はリリーよりリアリストで、目的のためなら取捨選択ができる人。でももし本当に協力できる可能性があるのなら、話しても大丈夫なんじゃないだろうか。あのやあ、ベル君、奇遇だね。Hermes. Hermes. How are you doing? Ah, そうだ、俺だ、ヘルメスさ。こんなところに突ったって、もしかして迷子かい？それとも、ベル君もダイダロス通りで情報収集かな？おっと、ブレイバー、お取り込み中だったかな？いや、もう済んだよ、神ヘルメス。ここで失礼させてもらう。ベルクラネル、鍵は持っているかい？鍵って、まさか、Yes. フノッサスのオーブ？いや、知らないならいいんだ。忘れてくれ。去り際にちゃっかり探りを入れてくるとは、神でもないのに油断ならないな、彼は。あの、エルメス様、どうしてここに？ベル君、ゼノスの情報をロキファミリアに話さない方がいい。いや、話しても無駄というところかな。たとえ理智があると知っても、彼らは最終的に殲滅以外の選択肢を取らないだろう。この一点に関しては、ブレイバーが滑るロキファミリアとは分かり合えない。かけてもいい。協力の申し出を受けても、利用されるだけだ。俺もゼノスの一件には一枚噛んでいてね、ウラノスから依頼を受けているんだ。え、ウラノス様から？一体いつから？結構前からかな。ゼノスの存在についてはベル君たちより早く知っていたと思うよ。とにかく今はゼノスの行方を追っている。独自に動いているが、俺はベル君の味方だと思ってくれていい。ヘルメス様。おーい、ベル君。ヘルヘスティア。帰ってこないから探しに来ちゃったよ。で、なんでヘルメスがここにいるんだい？悪い悪い、ベル君をちょっと借りて話し込んでいたんだ。I like how she mentioned Hermes, but none of that was in what was...さて、ボディーガードの役はもう返すぜ。ヘスティア、ベル君を守ってやってくれ。ヘルメスと何を話していたんだい、ベル君。いや、というより、何かあったのかい？はい。実はフィンさんに会って
いろいろ。ああ、降ってきたね。一度ホームに戻ろう。話はそれから聞くや。雨。また降って消えがって。あの騒動の後も雨さえ降ってこなければ獣人の鼻で今頃モンスターの居所をつかめたかもしれんの。肝心なところで本当に役に立たないわよね、ウェアウルフって。黙ってろ、突っ立ってるだけのアマゾネスよりマジで。なあ、誰が団長の力にもなれねえ役立たずだと。そこまで言ってねえだろうが。やれやれ。ん？なんじゃティオナ、もうへばったのか？へばってはないけどさ、あのクノッソスの壁、アダマンタイトを叩きすぎて手が痛い。それにせっかく掘ったのにすぐ埋めろって言うし、フィン人使い荒いよ。状況が状況じゃ、我慢しろ。噂をすればか。団長、どうだったフィン、ベルクラネルとは接触できたのか？ああ、会えたには会えたけど、途中で邪魔されてしまった。ただ何かを隠していることは確定かな。鍵は持っていないようだったけれど、クノッソスの存在もやはり知っていた。間違いなく彼は事件の中核にいる。では。ああ、予定通りベルクラネルの動向を見張ってくれ。ゼノスにクノッソス、それをめぐる騒動が4日前に起きた事件だったと。ええ、その通りです。これが私が開示できる情報のすべてです。というか、その目の下のクマ大丈夫なのかい？本当に休めているのか？大丈夫です。自分勝手な主審に散々こき使われただけですから。こうしている今もですけどね。隅々まで模写して2日で贋作を作れとかバカじゃないですか。あの主審、いつか絶対後ろから刺してやる。本当に大丈夫なのか、このファミリア。入団しちまったのは早まったか。アンドロメダ、闇の底から早く戻ってきなさい。それよりもなぜその情報を今私たちに？ヘルメス様の意向で今も続く事態の鎮静化を図りたいのですが、手が足りない。協力してほしいのです。どうしてミッションの時に全て話さなかった？ゼノスに関しては余計な情報になると判断したまでです。あの時点では依頼主たちも怒り狂っていたモンスターたちを御しきれていなければ、事態の把握もできていなかった。衝突が避けられない以上、判断が鈍って死なれても困る。クノッソスについては事件後に我々も実態をつかみました。ゼノスと言ったね。喋ろうが知能があろうが、はっきり言って化け物どもを助けようっていう考えが理解できないよ。情けをかけていい存在じゃないだろう、あいつらは。特にあの黒いミノタウロスなんかはね。ゼノスの救済は情報元の依頼主の要望です。ヘルメス様のファミリアに加わった以上、あなたも疑問を挟まず粛々と従ってください。
I completely forgot that she joined his family. 私は物分かりが悪くてね。気に食わなかったら、唾を吐いて暴れ出すかもしれないよ。言っておきますが、ベルクラネルも、あなたの言う化け物に情けをかけようとしていますよ。そういうことかい。いつにも増して妙なことをしていると思ったら。ってことは春姫もか。わかった。言うことを聞いてやるよ。折れてくれて何よりです。リオン、あなたには交換条件を。私たちに協力するなら、イビリスの残党について情報を提供します。生き残っていた悪の残りカスはクノッソスに潜伏していたようです。今回の件が片付き次第、あの迷宮を探索し、あなたの欲する情報を収集してきましょう。できるのですか？ええ、いずれヘルメス様から調査するよう指示されるはずです。やってみせます。わかりました。私も協力します。そう、俺がガネーシャだ。知っているよ、ガネーシャ。体の調子はどうだ、シャクティ。この俺が見舞いに来たぞ。もうとっくに感知している。あなたも分かっているだろう。私はもう動ける。なぜこんな場所に何日も押し込んでいるのか、理由を教えてくれ。シャクティは最近働き詰めだったからな。俺のファミリアが超ブラックだと誤解されないように、この際とことん超療養をしてもらおうと。ガネーシャ。整理する時間が必要だと感じた。特に俺の口からゼノスのことを聞いていたお前にはすまなかった。無茶を押し付け、お前に負担をかけて。謝らないでくれ、ガネーシャ。至らなかったのは私たちだ。あの時モンスターの暴走を押しとどめることができなかった。シャクティ、何を感じた？ゼノスと対峙して。強い怒り、そして共感。モンスターを捕らえ、売りさばいていたというイケロスファミリアの話を聞いた後、はっきりと理解した。テイムを試みる中で感じた、あの得体の知れない共感の正体を。私たちと同じように、あのモンスターたちも同胞のために行かれるのだな。ガネーシャ、整理が必要だというあなたの判断は正しい。私は今もうろたえている、あのようなモンスターがいることを。そしてイルタたちがあのような存在を知り、迷ってしまうことを。一瞬の瞬瞬が仲間の命を奪ってしまうことを恐れている。シャクティ。ゼノスを見捨てるべきか、救うべきか、選択を迫られれば、私は前者を選ぶだろう。ネオ・ガネーシャへの道のりは険しい。一体何の話をしているんだ。俺はまだガネーシャだ。ウラノスたちには悪いが、今ばかりは子供たちの安全が最優先。ゼノスの捜索に
我々は関与しない。ガネーシャ。代わりに彼らと冒険者の間で衝突が勃発しようものなら一般市民を守る。我々は子供たちの笑顔を守る。どうだ、いけるか。ああ、もちろんだ。よし、警備の人数を増やし都市中に行き渡らせる。俺も出よう。超愉快な姿を見せて市民の不安を払拭するのだ。いや、それはいい。あなたはおとなしくしていてくれ。ガネーシャ処分。しかし気になるのは他の神々がこの事態をどう受け止めているかだな。And they're taking it fine, totally.